おはようございます、下國信です。今日紹介するメニューは熊弁の味を再現、魔法のかき飯です。使う食材はこちらです。今が旬のかきをふんだんに使った絶品レシピです。ではかき飯のまずかきですね、ちょっと塩もみして、そのちょっとした汚れというものここで取り除いていきましょう。まあ、これを水でね洗っていきましょうか。だし作りの。ごぼうをささがきにして水につけてアクを取ります。鍋にこれ昆布水です。火加減は完全にもう強火で OK。 そこに醤油、ささがきにしたごぼうを入れ、ここでノブテク。お店クオリティ、レストランクオリティなものをちょっと今日出したいので、できる限り大きいサイズの牡蠣を用意して、出汁をちょっとだけ出してほんのり温めてあげる。火を止めてこの中にもう入れちゃいます。出汁を取ったら牡蠣を別の容器に移し、出汁は粗熱をしっかり取ります。時間がある方は冷蔵庫で一晩寝かせておくと旨味が出てより美味しくいただけます。では、先ほどの出汁が、冷えたので炊いていきましょうか。炊飯器にまんべんなくバターを塗り、火を入れてない方の牡蠣を入れます。ご飯です。水にさらしていたものこれを入れます。ここに先ほどの出汁です。炊いていきましょう。ご飯が炊けるまでの間にトッピング作り。しそを千切り、そして錦糸卵を作ります。で、本当小さじ1ぐらい。油がありすぎると焼きムラがちょっとできてしまうので、このペーパーでちょっと拭い取ってください。火加減は弱火です。ちょっとこしながらペロッと剥がれるぐらいの状態まで、ちょっとこのままゆっくりと火入れていきます。両面が綺麗に焼けたら錦糸卵も千切りにして準備完了。ご飯が炊けたら残りの牡蠣を入れます。ご飯の蒸気で牡蠣を加熱。なるべく蒸気は逃がさないようにしましょう。5分ほど蒸らしたらお待ちかね、炊飯器開封の儀。美味しそう。最高最高。こちらで熊弁の味を再現、魔法のかき飯の完成です。いただきます。この炊飯器でやっぱ炊き上げることによってふっくら仕上がる部分もやっぱりあったり、この時期の牡蠣の特性で本当にクリーミー、こういうね薬味を、まあ、箸集め的に一緒に食べる、いくらでも食べたいっていうような、ちょっとやばいもの作っちゃったなって感じですね。ドラマの味を楽しめる、まあ、録画してたらそれを見て見ながらとか食べてほしい一品ができてしまいました。本当に最高な炊き込みご飯になってますので、皆さんもぜひお試しください。